際テーマは秋ということで、紅葉書こうとしたら、そういえばソニックブームでマシュマロ食ってる回あったよなってなってこれに至ったお。とりあえず構図が複雑なのでしたがきを分解単一分野でテイルスくんもな、エッグマンは不在です。あとあと面倒くさいことになったら困るからね。焼き芋にしました。焼き芋ってうまいよね。で紙質店で洗場に入ります。分寸の張りが意外と難しいのな。油って難しいよね。でテイルスくんの洗場を、ソニックから今度は色塗りし、炎は点がない方がいいな。塗った下を白にして背景塗る。水彩にこれちょっと浮くかな思ったけどぼかしでごまかす。白が目立ちすぎたので薄く消す。サイン書いてハイライト書いて出来上がり。こんな感じです。前回のハロウィンのは乗らなかったのでやりません。なぜ乗らないのか謎すぎてたまらない。来月はクリスマス。編集時点ではもう投稿済みですので交互期待。あ、そうそう、年賀状企画やってます。詳しくは Twitter ID@ 宅の宿の固定ツイにてよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。